ごご覧いいただきありがとうございますオフにブルージェイズから FA となり、レンジャーズと7年1億7500万ドルの契約を結んだマーカス・セミエンが苦しんでいます2019年にアスレチックスでアメリカンリーグ MVP 投票ファイナリストとなるも20年の短縮シーズンに成績を落とし FA となったそのオフに満足のいく長期契約のオファーを受けることはできずブルージェイズと1年1800万ドルで契約 勝負の年となった昨シーズン、ブルージェイズで二塁手として史上最多となるホームラン45本を放つなど、大活躍で自身2度目の MVP 投票ファイナリスト、見事な結果を残したセミアン、オフに満を持して自身2度目の FA となり、念願の長期大型契約を、7年1億7500万ドルの契約をレンジャーズと結びましたが、そのレンジャーズでは今シーズンここまで36試合に出場、143打数25安打。 打率1割7分5輪出塁率2割3分6輪長打率2割3分1輪ホームラン 0OPS467OPS プラス39と大スランプが続いています先日17日エンジェルス戦の7回ツーアウト満塁で三振に倒れた際にはホームグローブライフフフィールドのファンからブーイング今シーズン36試合を終えた現在はスタッドキャストのパーセンタイルランキングを見ても スピードこそエリートですが、打球の初速平均速度、初速95マイル以上を記録した打球のパーセンテージを示す、ハードヒットパーセンテージ、1打席あたりどれだけチームの得点増加に貢献するかの期待値、打率期待値、超打率期待値、バレルゾーンに飛んだ打球のパーセンテージ、バレルパーセントの全てがリーグでワースト10に入っているという厳しい現実があります。 昨年と比べてもその差は歴然ですが、その一方で現在の数値はセミエンのメジャー7年の通算と比べてもかなり低くなっていますので、さすがにここからは上げてくる。それに伴い打撃成績も上がってくると見ることもできます。ただ、それがいつになるのか、どれくらい上げてくるのか。セミエン本人は打率やヒットが出ないことについて話すことは、明日より良くなるための助けにならない。 ポジティブでいることがその助けになるから。それがスランプの時にするいつものやり方だ。ネガティブなことは話したくない。自分にできること、ポジティブでいること、そしてこの状態から抜け出すために何をしていくかについて話したい。今は辛い時だ。それでもこの考え方を維持していきたいとしています。マーカス・セミエン、現在31歳。本来の姿を取り戻すことはできるでしょうか 改めてレンジャーズとの契約は7年ですさてここからはセミアン以外のオフに注目を集めた大物ショートストップフリーエージェントの成績を簡単に確認していきますまずはドジャースから FA となり10年3億2500万ドルでレンジャーズと契約セミアンと二遊間を組む現在28歳コーリー・シーガー今シーズン36試合打率2割4分5輪出塁率3割2分1輪長打率4割3分2輪 ホームララン8本、プラスは120となっています。ロッキーズから FA となりレッドソックスと6年1億4千万ドルで契約した現在29歳のトレバー・ストーリーはザンダー・ボガーツの存在により新天地ではセカンドを任されていますが開幕から不振ホームのファンからブーイングを浴びるなど現地19日の試合前まで32試合打率2割5輪、出塁率2割9分3輪、 長打率3割2分でしたが、その19日の試合で4安打。うち3本がホームラン。7打点と大爆発。打率2割3分、出塁率3割1分7輪。長打率4割1分3輪。OPS730 と、一気に数字を回復させます。そして翌日、現地20日のマリナーズ戦でも、グリーンモンスター越えの満塁ホームラン。これで直近10試合で37打数12安打。ホームラン6本、17打点。 12得点、スランプ脱出と言えそうですカブスからメッツにトレードされ FA となりタイガースと6年1億4000万ドルで契約したハビア・バイズは打率2割4厘出塁率2割4分4厘長打率3割1分ホームラン2本 OPS プラス66とこちらも苦しんでいますグラウンドボールパーセンテージが去年に比べて大幅に高い55.4%の一方で フライボールパーセンテージは低く28.9%このデータがホームラン2本という寂しい数字につながっているでしょうか最後にアストロズから FA となりツインズとオプトアウト券2回付きの3年1億530万ドルで契約したカルロス・コレアスロースタートとなりましたがここまで26試合打率2割6分5厘出塁率3割3分6厘長打率3割8分2厘ホームラン6本 OPS7185 月5日のオリオールズ戦でデッドボールを受けて右手中指を痛め2週間ほど欠場していましたが現地18日に復帰復帰後2試合を8打数3安打アメリカンリーグ中地区首位のチームに貢献していますなおコれアの故障に伴いコールアップされた2017年のドラフト全体1位22歳のショートストップロイス・ルイスはコれア欠場中11試合に出場打率3割8厘 出塁率3割2分5厘、長打率5割6分4厘、ホームラン2本、メジャーでも通用することを示しましたが、コレア復帰に伴い、再びトリプル a へ。ロッコ・バルデリ監督によりますと、すぐにメジャーに戻ってくることになるが、その際はコレアのいるショートではなく、複数のポジションを任せることになるため、その調整だとしています。ロイス・ルイスはそのプロキャリアにおいて、ショートで308試合、サードで13試合、センター6試合、 そしてセカンドで5試合ずつ出場しています。今後はユーティリティとして、そしてもしコレアが今シーズン終了後にオプトアウトするようなことがあれば、その後釜に収まりそうです。以上、簡単に大物フリーエージェントの今シーズンのこれまでの成績を振り返りました。なお、2021年シーズン開幕前に、メッツと10年3億4100万ドルの契約延長に合意していなければ、 今回紹介した選手たちと同じタイミングで FA となっているはずで、その場合はどのチームとどれほどの契約を結んだであろうかと想像をかき立てられるフランシスコ・リンドアは今シーズンここまで40試合に出場、打率を2割4分としています。ご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。じゃんケンポン